はい、どうも、うわしです。今日は会津若松市で今すごいお得な企画をやってますので、そちらの企画の方をご紹介したいと思います。で、今そちらのご紹介の方に関して遠藤さんがちょっとこちらの方に今来ていただいてますので、遠藤さんにこちら見てください。この会津酒場スタンプラリー、これね、会津の飲食店をこう各エリアを回って、そしてこうスタンプをもらっていくっていう企画なんですけど、そちらの方のちょっとご紹介を今こちらの遠藤さんにしていただきたいと思います。じゃあ遠藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、では私の方からこの酒場スタンプラリーの、内容をご説明させてもらいます。この参加しているスタンプラリーに参加している参加店舗さんを、今現状で90店舗以上あるんですけども、90店舗、はい、その店舗の中から3店舗ですね、うん、選んで別々のお店ですね、別々のお店を3店舗回ってもらうと1ポイントずつポイントがもらうことができます。そして3ポイント貯まるとなんとクーポンが1枚発行されるようになってます。ああ、なるほどね。で、その各店舗に参加店舗にこういったポイントゲットのカードがありますんで、で QR コードを読んでポイントをゲットするという、そうですね、感じでやってもらえる。はい、でそれが 3店舗で、3000円以上でしたっけ。そうですね、3000円以上ご利用のお客様 に、はい、にその1ポイントをもらうって感じですよね。そうですね。で、その3ポイントをもらうとなんと、居酒屋さん、お食事ができるお店などでは3000の割引クーポンとして、そしてスナックとかバーさんなど、二次会利用のお店であると、5000割引のクーポンとして使用することができます。これすごいですよね。超お得です、ね、だって言っちゃえば3000円3件回ってね、はい、言っちゃえば1万円で3000のクーポン出る、はい、もしくは1万円で5000のクーポン出ちゃうわけだから、超お得だよね。超お得です。すごいよねこれ。なのでぜひその行ったことないお店とか、会津の観光も含めて、ぜひその会津に足を運んでいろんなお店巡ってもらえたらなというような企画になってます。すごいよね本当に。はい、あとはですね、そのクーポンをゲットされた方には、はい、抽選会の申し込みもできるようになっております。抽選会ではなんと会津の美味しいお酒とか、会津の伝統産業である漆器の酒器とか、あとはそうですね、会津のいいものを集めた、セットが抽選で当たるようになっておりますので、クーポンも使えた上にさらに抽選で何か会津のいいものが当たるかもしれないという、この大抽選会はもうこれはあれですか、登録するとその LINE の方に流れてくるんですか。あ、そうですね、ポイントを3ポイント取得してクーポンをゲットした方には抽選申し込みできますよということで、そのポイントをどこで取ったかって確認できる画面が LINE 上で見れるんですけども、その中に抽選の申し込みのところが出てくるようになって、はい、そういうことはもう誰でも分かるような感じでこう流れていくんですね。そうですね。すごいね、もうこの時点でもうお得だよね。そうですね。ちなみにこれってちゃんと参加店舗はこの登録してから参加店舗が分かるの。あ、そうですね、登録していただいてお店の三角のポップの中にもあるんですけど、この QR コードですね、こちらで LINE アカウント、参加用のLINE アカウントに登録をしていただくと、はい、ページの下の方にメニューがありまして、そこから参加店舗を確認できるように、確認できる、はい、なるほど。皆さんそこで参加をしてもらって、参加店舗を確認して、でその参加店舗であれば3000以上の、お食事をされたお客さんには、1ポイントと、はい、でその参加店舗をどこでもいいから3店舗回って、はい、スタンプをゲットすればこういったお得なクーポンが出る。そうすごいよねこれ。すごいですね。すごい企画だよね、はい、そうなんだ。でもこれ逆にもうお客さんに対してはもう完全なメリットしかないよね。まあ、そうですね、はい、最高な、もうこの時点でメリットしかないよね、はい、だけどこれだけじゃないんですよ。これだけじゃなくてこのまだあるんでしょこれ、はい、まだあります。お得がはい、じゃじゃーん、じゃじゃーん、はい、こちらはなんと参加店舗さんでのお食事をしていただくと1000円以上、1人1000円以上の食事をしていただくと、そのお店からタクシーを呼んで移動する場合には1人1枚500円の割引タクシーチケットがもらえます。はい、これ500円の割引チケット、これが、出ます。これちなみにこれはもうスタンプラリー参加 してる人してないと関係なく、逆にこの何スタンプラリーに参加してる店舗に来れば誰でも
そうです、誰でも受けることができます。そういうことは逆に言えばこれあれですか、1人制限に対して1枚、はい、じゃあ例えば3人で食事して1万円使った場合は3人分これ1枚ずつもらえるってこと？そうですね、3人でタクシーを乗るっていう場合には3人一緒に使えます。じゃあ例えばこれ3人でタクシー乗ります、はい、移動します、はい、じゃ お金が1200円かかりました、はい、これ3枚でいいの？3枚でもうタダで乗れると。移動できちゃうじゃん。そう、移動できます。だからこれがだからこの企画の一つとしてこのタクシー券がもらえる、そこでもう飲み歩きじゃないけど、ね、移動までもう確保されちゃってる企画だから、これとんでもなくすごいよね。とんでもないです。なんで天気が悪い日も関係なく、そうだよね、ドアドアで、そうだよね、はい、だから逆に言えば今現状こうやって使ってもらうお客様の方にはもうメリットしかない状況で、じゃあ店舗の方のメリットは何かって言ったら、やっぱ参加することによってこの移動できるっていうことで、やっぱねその店に行けば、うん、また次移動したい時にまたそこでまたこれがもらえるわけでしょ。そうするとまた次移動する時もお金がかからない、はい、そうだよね。だからやっぱ飲む方からしたらやっぱ移動のことも考えれば、じゃあ次やってる店舗に移動しようと。そうですね。そしてその店舗からまた移動するにあたってまた券がもらえるから、はい、っていうことだよね。そうですね。そうなるとやっぱ飲食店さん側も混ざった方がお客さんの動きとしてはね、そうですね、回るかもしれない、ね、回るかもしれない。そうだよね。なので郊外の店舗とかあんまり関係ないのかなと思ってます。そういうことだよね。3人とか4人で回ってるグループだったら、うん、駅前で飲んで、うん、街中まで来て飲んで、でまたちょっと離れて、ね、でも全然、うん、タクシーのこの券が出るわけだから。そうですね。だから交通に対してこの移動に対してのお金は正直かからないという。まあそうですね。500円割引なんてまあ だいたいいけると思う。大体はいけるよね。はい。かかっても1000円とかはかかんないんで、大体100円200円とか払って終わりになるんじゃないかなと。そうだよね。これすごいよ本当に。これは本当にすごいと思います。でもってあとは？あとは会津の、会津といえばまあ酒どころということで、会津のお酒、まあ、純米酒が、はい。はい、サービスで乾杯酒として提供されるようになってます。おお、もうスタートの乾杯酒で構わず、もうこれもこっちと同じようにあの来たお客さん、はい、皆さん対象です。まあ加盟店が、まあ、参加している店舗側が、まあ、店舗側が参加していればもう皆さんにこれはもうできると、もう飲めると。はい、すごいですねこれも。まあ、日本酒苦手な方もいると思うので、まあまあそうだよね、それはね、なので二次会利用のお店さんなんかは、うん、やっぱり言っていただくとあの出てきますけれども、やっぱりこう結構言われてる方だとこう気を使ってお店側もどうしようかなということもあるので。すごいよね本当に。もう券は500円券は出るし、はい、移動はできるし、ね、これでもちゃんとあの、ね、こうやってお酒まで飲めちゃうし、はい、ね、いやすごい。これはちなみにあれでしょ、構わず来店されたお客様、まあ、例えばうちもそうだけど、参加してるお店に来店されたお客様誰でも OK っていう感じ。そうですね、来店されたお客様ね、はい、来店されたお客様はいつでも参加できる、いつでもここに参加できると、はい、いうことです。これ本当にすごいです。これはね本当にもうぜひ、飲食店さんの方も参加してもらいたい企画だし、ぜひ飲んで食べて歩くんであれば、これぜひお客さん側 もう QR コード読んで参加してもらった方がいいと思うし、はい、もうとんでもない企画だと思います。ありがとうございます。超お得です。いやすごい。なかなか、まあ、コロナもあって出にくいところはあったと思うんですけど、うんうんうん、まあ、これを機会にまた出ていただいて、ね、まあまあ大勢の飲みっていうのはちょっとまだできないけど、うん、やっぱね、2、3人とか4人くらいで ね飲むのにはやっぱりね、もうだんだんね、ちょっとずつね、はい、うん、あとやっぱみんな感染対策もやっぱしてるし、飲食店も、はい、だからそういうのも考え、やっぱこういうのをきっかけにちょっとずつね、みんな外に出てもらえるような感じでね、はい、やってもらえると、はい、やっぱどんどん変えていかないとしょうがないからね、いつまでもこのままではね、このまま黙ってたってしょうがないし、はい、でやっぱこういうのあれば、こういうのも結局この3000円と5000円ってあるし、この5000円があればやっぱスナックさんや、はい、ね、バーさんたちもやっぱ動くだろうし、ね、うんうん、そうですね、よりだからみんなが本当飲食店、今、まあ、飲食店ばっかり大変なわけじゃないけど、だけどやっぱり今飲食店ちょっとでも動くためにはこういうのを店側も参加してもらった方がいいと思うし、
あとお客さん側もやっぱこういうのどん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 ね、せっかくこんなお得なものがあんだから使ってもらった方がいいわけだから、お金かかるわけじゃないし、ね、今はそのテイクアウトでもあのやってるお店さんではそのポイント参加店舗であればポイントもクーポンも使えますので、なるほど、まあ、ちょっと贅沢な、まあ、夜飯に飲食店さん回っていただいて持ち帰りっていうのも、そうだよね、お持ち帰りで結局3軒回って3軒、うん、まあ、3000以上のテイクアウトを取れば3軒回れば、言っちゃえば次の1軒3000匹のオードブルが頼めちゃうっていう、テイクアウトがね、はい、お得だね、やっぱりお得ですね。そんな感じで皆さん今日はちょっとこの会津酒場スタンプラリー、あい、ね、会津若松の酒場を巡ってお食事クーポンをゲットっていう、このもうすごいお得な紹介を今日はしてみ見ちゃいましたね。だからもうぜひ皆さん今後ね、今もう大変だけどこのコロナ禍でいろいろもうみんなやっぱ出れなかったりとかそういうのもあるだろうけど、ただまあちょっとずつちょっとずつみんなもうあの感染対策をして、あのだん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 こうみんな感染対策して安心を持てるように飲食店側もやってますので、ぜひ皆さん楽しい企画なのでこれを利用して楽しい飲食をしましょう。はいね、ぜひ皆さんお待ちしてます、ね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。でちなみに遠藤さん分かってるかどうか分かんないけど、うちの店の YouTube ってね、あのね最後ね俺のこうポーズなんだよね、知ってます？見てないです。ガリュウさんの導入とか導入見て、あ、こういう風にやってんだってのは見てたんですけど、最後まで見てない。あ、最後まで見てなかった。すいませんでした。いいね。最後はこれなかなかこんな画面越しにこんな教えないよ、はい、言わないよ、みんなちゃんと最後 見といてくれるんだよ。すいませんでした。最後ね、元気よくせーのでジュンってやん、ジュンジュンジュンって、そうそうそう、オッケー、はい、オッケー、大丈夫、はいまあ今のは何もなかったことでして、じゃあ最後、はい、ね、今後この企画も成功することも成功するでしょう、絶対に、はい、ね、で飲食店もちょっとずつ賑わうでしょうね、そして街の中もだん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 明るくなっていくと思います。そうですね、ね、それに向けてちょっと元気よく、元気よく最後一緒に、私と一緒に、はい、いいですか、はい、じゃあいきますよ、はい、せーの、じゅん、ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。今会津若松市はこういった企画を行ってます。すごい企画です。とてもとてもご利用なされる方はお得です。なんならこれを使わないでどうするのって感じですね。でこれね、あのまだ参加してない店舗さん、これから参加したいなって思う店舗さんも、一応あの広告の下の方に電話番号書いてありますけど、0242-93-8146 の方まで電話してください。そちらの方に電話して、スタンプラリー参加したいんだと言っていただければ、あのすぐ分かりますので、ね、もうあの店舗さんの方もぜひこういうのを今混ざって参加して、どん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 あの皆さんで力を合わせて頑張って頑張って、会津若松市を、飲食店を盛り上げていきましょう。皆さん負けずに頑張んべ。会津のんべい文化支援プロジェクト実行委員会、ありがとう。ジューン。